二軸式、ターボファンエンジンのアニメーション A 低圧軸、B 高圧軸 c 製 c v 1ラッセル2、ファン3、低圧圧縮機4、高圧圧縮機5、燃焼機6、高圧タービン7、低圧タービン8、コアノズル9、ファンノズルターボファンエンジンは、ジェットエンジンの一種。コアとなる、ターボジェットエンジンにファンを追加したものである。ファンを用いることにより、ターボジェットと異なり、 コアエンジン部を迂回するエアフローが設定され、エンジン排気のエアフローを増大させ、ジェットエンジン水力の増大及び効率化が図られる。1960年代より実用化が行われ、現代のジェットエンジンの主流となっているものである。ターボジェットエンジンは燃焼室で燃焼した高熱排気をノーズルより紛失させており、この高熱排気で高速の分流がエンジンの推進力となる。 しかしジェットエンジンにおける推進効率は空気抵抗との関係により排気の速度が飛行速度より若干速い程度の速度である場合に最も良いものとなる。このためアオン速で飛行するジェット機の場合は機体速度よりもジェット分流がかなり高速になり推進効率が悪くなる。この問題を解決するために考えられたのがタービンから得られる軸出力を コンプレッサーの駆動に用いるのみならず、プロペラの駆動にも用いるターボプロップエンジンである。ただしプロペラの速度が音速に達するあたりから衝撃波が発生し、効率が低下する。よって、高圧音速機にとっては効率的ではない。また全ての粉流がタービンに吸収されるわけではなく、一部はそのまま後方に噴射される。多少の水力向上にはなるものの、 相変わらず高速の分流は効率が悪いことに変わりはない。そのため開発されたのがターボファンエンジンである。基本的な構造はコアエンジンとなるターボジェットのコンプレッサーの全部にファンを追加したものである。ファンはコンプレッサーと同じくタービンと同軸でありタービン出力によって駆動される。つまりターボプロップエンジンのプロペラの直径を小さくして ジェットエンジンに内蔵したようなものがターボファンだと捉えればわかりやすい。ターボプロップエンジンにおいては、プロペラの回転によって得られた空気噴流は純粋に推進力となる。しかしターボファンエンジンの場合は、空気噴流の一部はコンプレッサーを通るが、一部はコンプレッサーを通らない。コンプレッサーを通った空気噴流は、 コアエンジンとなるターボジェットを通して高温高速粉流となる一方、コンプレッサーを通らなかった空気粉流は低温低速粉流となる。そして最終的にそれらが混ぜ合わさることとなり、粉流の速度が平均化される。これにより、その飛行機にとって最適な速度の粉流が得られる。またターボジェットの場合よりも、粉流の量も増加し、出力が向上する。 ジェットエンジンの水力は排気ジェット速度とその空気流量の積に比例する。一方で、ジェットエンジンの燃料流量は排気ジェット速度の事情とその空気流量の積に比例しています。ここで、水力が同じターボジェットエンジンとターボファンエンジンがあるとした場合、極端な想定ではあるが、ターボファンの排気分流速度がターボジェットのそれの1、2だとすると、 ターボファンの燃料流量はターボジェットに比べて1、4になる。また、噴流速度の低下は、複次的な作用として、騒音の低下にもつながっている。最初のターボファンエンジンは、ロールスロイス・コンウェイであり、1950年代に実用化された。1960年代には、ロールスロイス・スペーがイマイナス4戦闘機のイギリス仕様に採用され、 超音速戦闘機においても盛んに用いられるようになり、1970年代以降の主流となった。超音速戦闘機といえど、実際には超音速領域で使用することがあまりいなく、アオン速領域での運用がほとんどであることが判明したからである。また、ターボファンエンジンは排気に含まれる酸素量が大きく、アフターバーナーによる出力増大効果が大きい。 戦闘機は、その運用上、頻繁な出力調整が必要であり、アフターバーナーはそのために用いられる。出力増大効果が大きいということは、出力調整可能範囲が大きいことをも意味する。コアエンジンの全部にファンを追加したフロントファイ形式と後部に追加するアフトファン形式があり、アフトファン形式では、コンベア990に使用された。 ゼネラルエレクトリック CJ-805 から23などが存在したが、フロント外形式が主流となっている。フロントファンのターボファンエンジンで、コアエンジンに使用する空気流入量とファンのみを通過する空気流入量の比率は、バイパス比と呼ばれる。バイパス比の比率により、低バイパス比エンジンと高バイパス比エンジンとに分類される。一般に、高バイパス比のものほど、 低速向きの特性になる。初期のターボファンエンジンは低バイパス比エンジンであり、後に高バイパス比エンジンが開発された。一般的な低バイパス比エンジンの構造低バイパス比エンジンはバイパス比がおおむね1から2未満のものを指す。ファンからの空気排気量が少なくターボジェットエンジンに近い特性となる。P&WTF30 エンジンが F-111 に用いられて以降超音速飛行が必要な軍用機のエンジンにも純粋なターボジェットに変えてターボファンを用いるようになった。ただし従来のターボジェットに比べれば低速向けの特性であるため音速突破には燃料を短時間で大量に消費するアフターバーナーの使用に頼らなければならなくなっていた。 タイナス -22 に採用された P&WF119 エンジンはターボファンエンジンの優位性と要求能力の兼ね合いから特にバイパス比が低く設計されよりターボジェットに近い特性を持つものとなったこれによってターボファンエンジンでありながらアフターバーナーなしでの音速突破が可能となっているア音速機では講述する高バイパス比エンジンが 用いられるが、初期のターボファンエンジンは、技術的限界により、アオン速器用であっても、低バイパス比エンジンを採用していた。P&WJT-8D は、バイパス比が1程度でボーイング727や、ボーイング737などに用いられた。ファンからの空気排気は、コアエンジンの外側を通り、ノズルに置いて、コアエンジンからの排気と混合され排出されるものが、多い。 これにより排気の速度が平均化され、より適切な排気の速度が得られる。一般的な高バイパス比エンジンの構造工、バイパス比エンジンは、バイパス比が概ね4以上のものを指す。1960年代後半から実用化が行われた。ファンからの空気噴出量が、コアエンジンからの排気と比較し、圧倒的に大きく、比較的低速の飛行に適したエンジンである。 現代のジェット旅客機エンジンの主流となっている。バイパス比の向上は、アオン速飛行における燃費の向上につながる。夜勤及び冷却技術の向上が、タービン温度の高温化を可能にし、コアエンジンの出力増大を導いた。これが、ファン出力の増大に結びついている。初期の高バイパス比エンジンである P&WJTQD は、バイパス比後程度であるが、 最新のエンジンアライアンス GP7000 ではバイパス比8.7となっている。この値はターボプロップエンジンのプロペラ水力とジェット水力の比に近く一段のファンにてほとんどの水力を得るためプロペラへの回帰と解説する向きもある。また優勢ギアによって減速機構がコアエンジンの主軸と同軸上にある高バイパス比エンジンもあり。 ターボプロップエンジンとの境が曖昧になりつつある。高バイパス非エンジンでは、ノズルでファンからの排気とコアエンジンの排気を混合せず、ファンの直後でエンジン外に排気されるものが多い。これは長いダクトを通ることによる効率低下のデメリットを回避するためである。ファンからの空気排気の量がコアエンジンの排気の量よりも圧倒的に多いため、 ファンの直後で廃棄された粉流がコアエンジンの排気を包み込む格好になるため、両者の混合は問題なく行われ、コアエンジンからの排気ガスの流速は最適化される。ファンの排気がコアエンジンの排気を包み込むために騒音が小さくなるので、都市部での飛行経路の自由度が増すメリットがある。キャビンの騒音も軽減される。フランク・ホイットルは1936年、 効率化のためにエンジン内気流をバイパスさせるアイデアについて特許を出願していた。ありがとうございます。